はい、皆様こんにちは。音声相手オーディオのしけもくです。私ですね、普段はオーディオのレビュー動画を投稿させていただいておるんですけれども、今週からですね、毎週オーディオのチップスだったりとか、あるいは小技だったりとか、あるいはちょっとした検証ですね、ぜひご視聴者の皆様にもご参加いただけるような形で動画投稿していきたいなというふうに思っております。で、今回第1回目なんですけれども、ネタはですね、オーディオのリファレンスソングについてですね。で、これもしあんまりこうリファレンスに困ってらっしゃる方がいらっしゃったら、まあそういった方にまあ有益な情報をお出ししたいの。そしてですね、もうこれがいいぞということをですね、ご存知の皆様です、ぜひコメントで教えていただきたいなというふうに思って、今回第1回目こちらのネタでやらさせていただきたいなというふうに思っております。で、私ですね、オーディオのリファレンスソング大体20曲ぐらい持ってるんですけども、もしですね、お知りにならない方がいらっしゃったら、ぜひチェックしていただきたいのは、日本プロ録音賞というものがありまして、これまあ毎年発表される曲で、まあそれをですね、プロのレコーディングエンジニアとかプロの方が評価をされて、この曲は素晴らしいですねと、まあ、素晴らしい録音ですねというようなもののですね、まあ、いろんなジャンルで賞を出してるんですけども、これですね、すごくやっぱり録音の状態がいいので、まあ、すごくいいですね、レコーディングで聴けるので、もしご存じない方いらっしゃったら、ここチェックしていただきたいなというふうに思っております。で、私はですね、藤原さくらさんの桜っていう曲だったりとか、あるいは東京フィルハーモニーがやってる、まあ、ゼルダの伝説の30周年記念のクラシックですね、これオーディオノートの社長もですね、実際視聴に行って流したら、これすごくいいクラシックの、まあ、曲ですねというふうに言っていただいたりということで、まあ、かなり録音の状態はいいので、ここはまあぜひですね、ご存知ない方いらっしゃったらチェックしていただきたい。で、もう一個ですね、ちょっと人様ですね、キネ塚で大変恐縮なんですけれども、東京オーディオインターショー、東京インターナショナルオーディオショー、ティアスですね。はい、ティアスのですね、ソウルノートさんが実際に会場で流してた曲っていうのは、今ウェブでですね、ダウンロードできるように公開されてるんですよ。これ凄まじいことです。やっぱりめちゃめちゃ音質いいんですよね。ぜひ、まあ、これ Twitter で話題になってたのでご存知の方多いと思うんですけど、リンクもですね、貼っておきますので、ぜひですね、ご興味持たれた、ご存知ない方はですね、アクセスしていただいて、まあ、聞いてみていただければなというふうに思うので、それ以外にも、私、まあ、結構いろんな曲をリファレンスとして一応持ってるんですけれども、重要なのが、まあ、こういうふうにたくさんオーディオを聴こうとすると、やっぱり最初の10秒とか20秒でこうパッと分かれるとすごいありがたいんですよ。1分聴くよりかは最初の20秒ぐらいで分かれると。まあ、結構こういうふうに思われる方っていらっしゃるかなとも思うので、まあ、私のリファレンスちょっとここね、一覧で出しますけれども、まあ、簡単に聞けるやつは星印つけてますので、まあ、ぜひですね、もしよろしければご参考ください。で、私存じ上げております。私の視聴者がご年配の方が非常に多いということを存じ上げております。ぜひですね、もう卓越したオーディオファイルの皆さんもいらっしゃると思うので、本当教えてください。お願いします。本当に困ってるので、教えていただいて、そのコメントにこういう曲がいいですよとか、私はこれ聞いてますよ、こういうところを聞いてくださいというのをいただけましたら、まあ、もしかしたらですね、私の今後の動画で、まあ、リファレンスソングという採用させていただくかもしれません。 YouTube はね、許せば YouTube と、そしてまあ著作者様ですね、作者様が許せば、オーディオのリファレンスとしてですね、採用させていただくかもしれませんので、まあ、またコメントではですね、ありがとうございます、大変助かりますしか返せないかもしれませんが、ぜひ皆さんはコメントにですね、もうこれがいいぞというのを残していただければ幸いでございます。まあ、それをね、いろんな方が見て、あ、こういうリファレンスがあるんだなという動画になれば、私ですね、すごく嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで第1回目、もう初っ端からですね、皆さん教えてくださいというような動画になってしまいましたが、来週以降もですね、定期的に、まあ皆様お役に立てるようなコンテンツだったりとか、ちょっとした検証、まあ少し話題になっているようなものですね、をピックアップして動画としていきたいなというふうに思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本日はこの辺でありがとうございました。